横手市の日本料理里野屋横山町店。りたんぽなど郷土料理が有名な里野屋では、週替わりでお弁当のテイクアウトを提供しています。力弁当は、揚げたての鶏肉を南蛮巣につけた絶品弁当。ボリュームがありながらさっぱりとした味わいが楽しめます。 そして美食弁当は野菜多めで女性にも嬉しいメニュー茄子、玉ねぎピーマンじゃがいもにオリジナルの味噌が絡まりこってりとしたうまみがやみつきにさらに一番人気の彩り弁当その名の通り彩りと栄養バランスを考えた幕の内弁当 副菜が豊富に散りばめられ、ヘルシーかつ飽きのこない味が人気の秘密です。さらに注目はドライブスルー式の弁当販売サービス。お店の駐車場に設けられた特設テントに車を横付け。車から降りずにお弁当を受け取ることができます。ありがとうございます。 今、このご時世ですんであの、なかなか外に出たくとも出れない人が結構おるかと思いますんで、あのこのドライブスルーをあの使いましてあの、私どものお弁当を食べていただきましてあの、元気を取り戻そうと、そういうような企画を持って頑張っております。販売時間は午前11時から午後2時、電話番号は0182。 8101です。